はい、こんにちは。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいてます。ご質問は、私には12歳の娘がいるのですが、最近脇毛が濃くなってきたことを本人がすごく悩んでいて、プールの時間が恥ずかしいから休みたいと言っています。脇毛の処理をしてあげているんですが、腕を上げた時に脇毛の反り跡を見られるのが嫌らしくて困っています。12歳ですが、レーザー脱毛を受けることはできますか、というご質問です。12歳の女の子で脇毛のレーザー脱毛を受けることができますか、というご質問なんですけど、まあ、結論から言えば、できることはできます。ただ12歳だと、個人差あるんだけど、第二次成長の途中だと思うんですね。脇毛がね、生えてきた頃だと思うんです。なのでその頃にレーザー脱毛ね、当てて、まあ大体ね、脇毛だったら、薄い人だったら、まあ、2ヶ月以上空けて5、6回ぐらいやればもうほとんどなくなるんですよね。だから5、6回やればとりあえずね、ツルツルになると思います。なります。だけど第二次成長の途中なので、ツルツルになった後、また何年かするとちょっと脇毛がね、またね、生えてくる可能性があります。それなんでかっていうと、レーザー脱毛っていうのは永久脱毛なんですけど、まあ、どういうシステムかっていうと、まあ、こう皮膚があって、まあ、毛が生えてるわけですよね。でレーザー当てる前に毛を剃って、でレーザー当てるわけです。当てるとこの毛のですね、この黒いメラニン色素にレーザーが反応して、熱が生じて、毛包組織を破壊するんですね。なのでその毛根、毛包自体をね、破壊してなくして、死んでしまいますので、もうそこは毛が生えてこなくなる。なので永久脱毛なんですね。まあ、そういうものなんですけれど、まあ、12歳で第二次成長の途中なので、その脇がね、まだ完全に生え揃ってない可能性があるんです。っていうのは、その今その時に生えてる毛は、まあ、肛毛化して、まあ、太くて濃い毛なんですよね。でもまだ肛毛化してなくて、産毛の状態の毛もあるわけですよ。もう近くでじっと見ると産毛がふわーっと生えてて、でそれ以外のところはもうしっかりと太くて濃い毛が生えてて、でもともとね、その産毛が生えてるんですけど、ちっちゃい頃からね、もう5歳とかの頃から、その細かい産毛が第二次成長で肛毛化して太くて長い毛になるんですよ。肛毛化っていうのは、その硬い毛なんですけれど、まあ産毛がホルモンの影響で太くて長いね、濃い毛になるのを肛毛化っていうんですけど、なので肛毛化していない細かい産毛がまだある状態なので、肛毛化している太い毛にはレーザー反応してそれ永久脱毛になるけど、まだ産毛の状態の毛がそこにあるので、それがまた何年か経つと肛毛化して濃くなるん でだからまた生えてきますよ、まあ、生えてくるんじゃなくて産毛が肛毛化するわけなんですけれど、まあ、そういうことが起こりえますよっていうことです。なのでそれを頭に入れて納得してからレーザー当てるんだったらいいと思います。やった分の効果はそこ残るわけですからね、毛包組織は破壊されるので。ただ何年か経つとまたちょっと生えてきますんで、まあ、そうしたらまたそこレーザー当てる必要がありますよっていうことですね。はい。なので一旦は必ずね、ツルツルになります。はい、じゃあ何歳でレーザー当てるのが一番効率的で、コスパがいいかっていう話をしますと、まあそれはね、まあ、基本的に第二次成長がね、まあ、完了した時がいいわけですよね。第二次成長っていうのは、女の子だったら女性ホルモンがしっかり分泌されて、バストが大きくなったりとか、全身にその皮下脂肪がついて女らしい体になったりとか、初潮が来て、あとは脇毛とか、あと陰部に毛が生えてきたりとか、まあ、それを第二次成長って言って、男の子だったら精通が来て声変わりして、ヒゲが生えてきて、脇毛が生えてきて、陰毛が生えてきてっていう状態なんですけれど、なのでその第二成長はですね、だいたい完了してからやる方がいいですよね。生え揃ってからとなると、まあ、
これ本当に個人差があるんですけれど、まあ、女の子はだいたい16歳ぐらい、まあ、男の子はまあ18歳ぐらいかなと、まあ、そんな感じですね。まあ、それぐらいの年齢で、まあ、やるのが効率がいいかなということです。はい、ただね、その女の子16歳、男の子18歳で、じゃあそれ以降は毛が濃くならないかっていうと、まあ、そうでもないんですよね。例えば男性の方だったら、まあ、18歳とか20歳とかになればね、まあ、しっかり濃い毛が、ひげが生えてるじゃないですか。じゃあそれ以上濃くならないかっていうと、結構濃くなるんですよね。それ25歳とか30歳になると、最初ね、18歳でここぐらいしかちょっと生えてなかったのが、もっとびっしりガーッと生えるようになったりとかするし、胸毛とかだって18歳の時は胸毛生えてなかったのに、25歳とか30歳になったら胸毛が生えてきたとかね、まあ、そういうことも起こりうるし、あと女性だったらその陰部の毛が16歳とかね、18歳で、まあ、ある程度生え揃って、それ以上濃くならないかっていうと、そうでもなくてね、まあ、25歳とか30歳になると、もっと広い範囲、そのアイラインとか肛門の周囲まで結構びっしり生えるようになったりとかね、そういうことって起こりうるんですよね。それはやっぱりそのホルモンバランスって微妙に変わってくるんで、あのホルモンバランスの変化によってまたね、その20歳超えてもそれ以上濃くなって生えてくるっていうことはあり得るわけです。なので女性は16歳、男性で18歳でしっかり脱毛すればそれで絶対 OK っていうわけでもないんですけど、まあ大体 OK ですよって、まあ、そんな感じですよね。はい、あとはね、12歳の女の子でレーザー脱毛で気をつけないといけないのは、12歳だったら小学6年生か中学1年生ぐらいですよね。だと体育の授業とか部活動とかあるから、結構日焼けしてる子が多いんですよね。で、日焼けしてる状態だとレーザーって当てるの危険なんですね。っていうのは、最初に話した通り、レーザー脱毛っていうのはメラニン色素に反応するので、日焼けしてメラニン色素がびっしりあって肌が黒いとですね、そこにレーザー当てると、肌のメラニン色素にレーザーが反応しちゃって、肌の表面がね、軽い火傷しちゃったりとかね、そういうことが起こりうるんです。あとは、あの仮に白い肌の状態でレーザー脱毛を当てた後でも、やっぱり表面ちょっと軽い火傷したようなね、ちょっと赤くヒリヒリした状態になるんですね。で、その赤くヒリヒリした状態で紫外線を浴びると、色素沈着とかシミができることが多いんですよ。ちょっとね、黒ずんじゃったりとかすることがありますので、なので、レーザー脱毛してる期間は日焼けはしっかりね、予防しないといけないんです。それがなかなかね、小学生、中学生だとね、難しいことがあるんで、まあ、それもしっかりね、気をつけないといけないことです。はい、じゃあ以上です。ご視聴ありがとうございました。